ではこの SS ヒート1スターティンググリッドです。見事タイムトライアル逆転トップタイムをマークいたしましたゼッケン19番チームブルーと原優太、2番手スタートにはゼッケン2番の船橋弘盛、3番手からはゼッケン15番の中島紫音、4番手の伊藤瀬名、5番手松下馬崎、6番手に津田敦樹、7番手に美優、8番手が西山海、9番手の松崎良平、10番手から江崎昭彦、11番手には大谷匠、12番手渡辺翼、伊藤亮が大石優太、鈴田隼人は中盤です。15番手からのスタート、佐藤瑠衣、新田龍奈、竹村寛生、谷戸は中島紫音、成宮修馬、川野元基、越智海斗、貝塚幸四郎、西崎幸平、棚橋信行、品田豪樹、加藤雅也、井上智樹とずらりと並ぶ29台。さあここに来て再びまた上空雲に覆われてきまして、コース日向がなくなりました。5コーナーを立ち上がってポール原優太を先頭にここで隊列を整えていきます。その優太の隣には絶対王者船橋弘盛が位置づけます。自身最後の SS レースと語る船橋、さあフロントローアウト側からのスタート。そして3番手からは中島三兄弟の真ん中、先日茂木のレースでも優勝を飾りました中島紫音が3番手からのスタートを迎えていきます。さあペースをキープしながらホームストレートに戻ってきます。誘導ラインに収まる29台、ポール原優太、アウト船橋、綺麗にスタートを迎えていく。その後ろ瀬田が様子を伺っていく。さああと1コーナー、4台のマシンがクラッシュ。29台のスタート、やはり1コーナークラッシュが発生。4台激しく1台クラッシュパッドに横から突っ込んでいきましたが大丈夫でしょうか。さらに5コーナーでもタイヤバリアに1台突っ込んだか。さあこれでまずはバックストレート、原優太を先頭に松下雅樹が2番手、瀬田が3番手、津田敦樹が4番手にいます。さあスタートを迎えていきましたが2番手以降が大きくポジションが変わりました。船橋がアクシデントに巻き込まれてしまっているか。まずはラップリーダーで原優太が帰ってくる。その後ろには5番手スタートのラップリーダー松下が2番手です。3番手スタートの中島紫音ですが、中島紫音の姿がありませんが、ここと船橋が絡んでしまったんでしょうか。さあその紫音の兄、長男レオンが今コントロールラインを通過です。さあこれでオープニングラップで止まってしまったのは紫音と佐藤瑠衣、そして加藤雅也の3台がすでにストップとなっています。26台がコントロールラインを通過。さあその中で先頭集団5コーナー立ち上がり、原優太の前には伊藤瀬名が立ってきた。さあしかしその後方でもまだもつれ合っています。瀬名を先頭に後ろ優太、さらに
菅月、竹村、松下、最終コーナーでも1台ショートカット。あ、これで27番氷河です。伊藤氷河がチェーン外れてしまったか。最終セクションでサイドバイサイド行き場を失った伊藤氷河。これは車検場にマシンが戻ってきます。さあヒート1からかなり激しいレースとなってきました。 SS クラスラップリーダーは伊藤せな。先日の SL 全国大会でも2年連続表彰台を獲得いたしました伊藤せな。その後ろには原優太、少し間隔が空きましたが3番手には松崎良平です。3番手には松崎良平。さあこれで松崎、津田、松下、西山、大谷拓実と続く7番手。その大谷の後ろには鈴田隼人の姿でしょうか。鈴田と大石が、さあここは2台やり合っています。さあその大石がタコツボの折り返し、ここで前に出た。さらにその前セカンドグループ3番手争いは5台のパックでバトルが始まっています。それを尻目にトップ争いは伊藤せなと原優太の一騎打ち。コントロールラインを通過で残り2周。3番手にはようやくこれで松下が上がってきたか。グループリーダーに上がってくる松下。その松下の後ろが津田敦樹に変わっているか。さあここまでトップタイムファーストストラップはラップリーダー伊藤せながマークです。50秒367で伊藤せながファーストスラップ。まもなくそのせなを先頭にファイナルアップに入ってきますが、そのせなの視界の先にはバックマーカーの姿が見え隠れし始めています。さあ後ろ原優太がここでファーストストを塗り替えた。50秒188。セナもベストを更新してきましたが、そのセナのスリップが効いたか、原優太がファーストストラップを塗り替えてファイナルラップです。さらに3番手以降はまた 1列トレインが組まれてきました。さあベストラップ順で組まれるヒート2のグリッド争い、どういう決着がつくのか。周回ラップリーダーでは伊藤せなですが、後ろ原優太がベストラップでは上回っています。このファイナルラップせなが逆転できるか。まずはチェッカーを迎えてきましたが、この両者はベストラップ更新には届きません。さあ今船橋もなんとか懸命にチェッカーを迎えてきまして、このチェッカーラップでもベストタイム更新です。50秒300というベストラップ更新で船橋がチェッカーを迎えてきました。さあこれはなんとかスターティングポジションは上位という形にはなりそうです。